聖シラスのイコンシラスは、新約聖書の登場人物。聖書によれば、アンティオキアに派遣された指導的な聖員。預言者、ローマ人。クリスチャンの間に滑稽に関する問題が起きた時、エルサレム教会の代表者は、会合を開き決定を下した。その決定を知らせる使者として、シラスとユダが使わされた。アンティオキアの聖員は、その決定の手紙を喜び、 シラスは兄弟たちを励まし強めた。その後、シラスは、使徒パウロと共に、第2回宣教旅行に出た。彼らは旅行中ピリピで捕らえられ、着物を剥ぎ取られ何度も無チで撃たれ、二人は牢獄に、監禁され足枷世代に繋がれた。それでも、パウロとシラスは神に、賛美の歌を歌い祈り続けていた。すると、大地震が起こり、牢獄の扉は開き、足枷は外れた。 監修は恐れて自害しようとするが、パウロはそれを止めると、監修は二人の傷を洗い、監修とその家族はバプテスマを受けて、信徒となった。その後、テサロニケに向かうがボートに襲われ、ベレアに逃げるが、ボートたちは追いかけてくる。パウロは一人で旅を続け、シラストテモテは、意欲的な人々を援助するために、ベレアに泊まる。シラストテモテは、コリントで再び、パウロと合流する。 ありがとうございます。